痴漢なんでやめろや、びっくりするやんけ。お、二人。まあ追いますか。向こうのタップ刑事はうっかりしてたな。うっかり刑事やったな。赤ちゃんの世話のために起きたらやってて嬉しいです大丈夫？教育に。でもいいんだが、まあせっかくやし会いに行くか。会いに行けるサバイバー。あ、見失うサバイバー。あ、オブオブついてるじゃない。マジか。ああ、スプーバーか。なるほどな。マイケルやし、蹴ってきたいな。ルイン偉大やな。長生きしたらこんだけ発電機直らんもんな。これがもしルインが開始早々壊れてた日にゃですよ。救助っぽい動きをした方を狙いましょうか。誰かと思えばうっかり刑事じゃないですか。オブオブついてるのであれば、まあこっち優先してもいいんですが。ケイト、いや、まあこっちでしょ。オッケー。一人、一人終わり。もうさっくりですよ。これですよ。どれだけ一人をさっさと殺せるかですよ。お、直してる直してる。無茶すんな。レベル3やのに。えい。ないかな、服。なさそうやな。最近できたママ友にトワボの中に何人かいたよ。マジで。
嫌やわ。レベル3、あれレベル3の時って吸っても意味ないの？なんかアドオンの中にレベル3になるともう吸えなくなるよみたいなアドオンがあるから、レベル3の時に吸ったら効果時間伸びたりとかなんかあんのかなと思ってたけど、そういうわけではないの。あれでも毎回レベル3の時に吸ってた時ゲージ見てるけど別に増えてないねんな。俺もようわからずやってんねんけど、効果時間延長とかあんのかなって思いながら、見た感じ別に伸びてないからなんなんやろ。電気はね、まあまあまあっすね。あ、蜂微妙な場所に出たな。どうしようかな、メグ折ってもいいねんけど、まあメグ追うか。あ、でもなんかめっちゃ来てくれたな、ありがてえ。ああ届くっていうか手前で止まるつもりやったのに行き過ぎた。側頭部殴られた。キートか、いやてか2人おったな。ちょっと凝視レベルを全然上げてないのがまずい。やっぱりなぁ、せやよなぁ、これ直したいよなぁ、そらなぁ。でもこんだけ警戒してたらさすがに離れたかな。一人おったな。まあノワンあること考えたら別にそんな、めちゃめちゃ警戒する必要ないんかな。めちゃくちゃ警戒しよう。やっぱりめちゃくちゃ警戒するわ。こっちから蹴った方がいいな。オッケー。あー最悪や、最悪や。今なんで最悪やって言ったかっていうと、発電機が直ってしまったことによって負傷しているやつを殴ったにもかかわらず他の2人にノーワンであることがバレたからです。本来負傷しているやつは普通に殴ってもダウンが取れるので
わざわざそんな普通に殴ってダウン取れるやつを殴ってノーワンであることをバラしてしまったというのが、私はとてもとても悲しい。おーん、90いくんや。頑張るね。ほーん、90いくんや。左からは出てない。いた。ああ、さすがに厳しいって動きしてるな。なんか今バベチリ対策みたいな動きしたやつおったな、一人おったー。ほう、まあ意味ないけどな。こんなゲートから遠くまで来ちゃって、もう…ほう、おい、まだ救助行こうとしてるんや。え、レベル上げても振りは速くなれへんよ。月のリーチが伸びるだけで。別にリーチ伸ばしてもらう感あるよな。よし、あとあのレベルが上がった直後に一瞬だけ攻撃できない時間が発生するので、うまい人流れるように攻撃当てるけど、あれ実はで、あの本来できないんですよ。レベル上がって専用 BGM 流れたし、一瞬実はあの攻撃できない時間がある。それを避けてます。それを嫌って僕はずっとレベル2のままでいます。どこ行った。往生際が悪いぞ。女、えい、あの女どこへ行った。あれ、本当にほんまにどこ行った。あ、完全に見失った。完全に見失った時はゲート探そう。ゲートとかハッチ探そう。あの位置からゲートまで移動は無理やぞ。ちょうどええわ。ほな、ちょうどええわ。すべてを防げるわ、ここに立ってたら。ハッチから出ようとしてるのも、ゲートから出ようとしてるのも全部見えるわ、ここおったら。さあ来い。さあかかってこい。マイケルはいつでも君の味方へ。あ、おった。遠でしたね。ずいぶんな距離移動したね。疲れ様ですわ、ほんま。また明日もよろしくお願いします。ハッチの蓋閉めれるアップでは来てないです。あー、終わった終わった。やはりノーワン。やはり強力。なんかポイントめっちゃもらえたわ。やった。
なんかマイケルとか関係なかったけどな。あんまり関係なくかったけど、猛威振るっただけだ、ノーワンが。